皆さんこんにちは、糸作チャンネルです。今日はハリーの検証をしたいと思います。今初心者さんのための棒針編みの基本の靴下を撮影しているんですけれども、そこで使っているこちらのこの針に関して、ご質問がありましたので、ちょっとこの針についていろいろとお話ししたいと思います。こちらの針なんですけれども、これは毛糸屋さんで販売しているこちらのこの針ですね、クレイジースクエアダンスという、ここの針の部分がちょっとこうギザギザなみなみがこうありながら、ここの針が四角い持ち手になっているちょっと珍しい針です。こちらのこのクレイジースクエアダンスと同じ四角い針がやはり毛糸屋さんの方で、販売されていて、それがこちらのアディのノベルという、あ、光っちゃう、はい、こちらの針になります。こちらのこの靴下で、ちょっと大きめの靴下で動画撮影用に編んでいるんですけれども、こちらはこの大きめの靴下だから太い毛糸を使って、で、この針自体も 2.5 ミリではなくて、私これ 3.5 ミリで編んでいるので、だからちょっとこう針がね太いんですけれども、こちらのこのスクエアダンスとこちらのノベルは同じアディさんから出ていて、ほぼほぼ一緒のようなんですね。針のこの四角い部分と、ちょっとこれ細いのと太いのと、そういう違いは今あるんですけれども、 2.5 ミリ同士で比較できればよかったんですけど、ちょっとこっちは太めなんですね。でこの針先も尖った感じも、とてもよく似ています。ほぼ同じなんじゃないかなと思いますね。違うところといえば、こちらのまずコードですね。まず色が違います。こちらのノベルの方はアディさんのこの赤ですね、いつもので、こちらは黄色っぽい色の、もちろんこれ柔らかいコードですねになっています。そして最大のこの2つのこの違うところは、このスクエアダンスの方はここの片方のここの部分に、ちょっとこれは撮影ではかなり取りづらいので見えないんですけど、ここに1センチぐらいのスリットが入ってるんですね。こう穴が開くんです。普段は全然こう何も引っかかったりもしない感じなんですけど、こうちょっとこう割ってみると穴が開くんですね、はい、でこれは何かっていうと、靴下編みではほぼ使わないけれども、例えば何か大きめのショールを編んでるとか、セーターを編んでるとかっていう幅の広いものを編むときに、例えばなんですけど、ちょっとこれ危険だなっていうときに、ライフラインを入れるじゃないですか。別糸を入れておく、一緒に通しておく。その時にここにこの別糸を通しておいて、でその段をこの針で、だから穴が開いてる方からこう編んでいくんですね、こっちから。でそうすると編み終わったら、ここから糸をグイッと出して、でそしてその糸をそこの段に留めておくことができるという SOS コードっていう名称なんですね。 SOS コードになっているんです。でそれがノベルの方ではそれがどうやらないようですね。普通のコードになっています。なので何かこうショールとかセーターとか、こうかなり大きさのあるものを編むときに、そのライフラインを使ってみたいっていうときには、このクレイジースクエアダンスのこの四角い
こちらの針すごく大活躍するんじゃないかなと思われます。どちらもこの四角いこの針、持ち手が四角くなってるんですね。以前にもうずいぶん前なんですけれども、チャオグーさんの四角い針を使ったことがあって、多分それはもう絶版というんですかね、多分製造されてないのか、ちょっとその辺はよくわからないんだけれども、四角い針をずいぶん前に使ったことがあります。でそれもかなりそのすごく使いやすい針でした。私の昔の靴下動画でもそれで確かボックス型の三角待ちの動画だったかな、その靴下を編んだ時にもその四角い針でチャオグーさんの針で編んだことがあります。でその針がいつの間にかもうなくなってしまったので、あもう四角い針ってもうないのかななんて思ってたら、なんと身近に毛糸屋さんにあったわけですね。なのでこちらを最近ちょっと編んで、いろいろ編んで編み心地を試してみました。まずはゲージだと思いまして、ゲージを編んだりしてるんですね。こちらにある3つのゲージをちょっとこちらに並べてみましたが、まあこれのちょっと詳しい目数段数は、ちょっとこの後に説明するとしまして、毛糸屋さんのホームページでも載っています。こちらのこの四角いこの針に関しての特徴っていうのをちょっと説明したいと思います。でまずこれは人間工学に基づいてデザインされた針ということで、この丸みを帯びた真四角ではないんですね。だからこの四角いからなんかちょっとガタガタして持ちにくいんじゃないかみたいなイメージがあるかもしれないけど、持ってみると全くそれはないです。この丸みを帯びた感じがとってもこう指当たりがいいです。こう楽に持つことができますね。やはり楽です。であとすごくやっぱりね、軽い感じがします。これは素材のせいなんだろうか、ちょっとその辺はよくわからないんですけど、軽い感じがします。普通の丸い他のアディの針でもと比べると。だからなのか、まあ一応特徴としては長時間編んでも疲れにくいという特徴がありますね。このここのデコボコしてるんですね。この四角い面のところがデコボコしてます。で、この小さなデコボコ丘は編み目が意図せず滑り落ちてしまうことを防ぐというもので、一度に多くの編み目を保持しておくことを可能にしているということなんですね。で実際私編んだ時にそれはすごい実感しました。滑り落ちることがほぼなかったです。ここの針先の結構ギリギリまでこの小さな丘がこう続いていて、ここからここまで小さい丘が続いているので、意外とここにねとどまっててくれるんです。でじゃあこの動きにくいかっていうと、そういう動きにくさはなかったです。あともう一つ、これは私の個人的な感想なんですけども、例えばマジックループで編んでいるとこの針がこうどんどんこう動いてしまって、丸い針はこうやって動いてしまって、このコードがなんかこういうこんな状態になる、なんかねじれちゃう、針自体がねじれちゃうってことありませんか？私時々あるんですけど、そうするとこうその面が編み終わった時にこう一回このこういうふうにねじれたものをパーッと手離して取って、でこの向きを手でよりをコードのよりを取ってあげる感じにして、また編みやすくするスタートするっていう感じが時々あったんですけど、まずこの四角い針っていうのはその編み地の中でこれがこういうふうに動くってことが回っちゃうことがなかったので、だからあここでしっかりとどまってるんだなっていうのをそういうことで実感しました。すごくこう重要なことではあるんですけれども、
アディのノベルの説明書きのところに、この針先が四角形の形状をしているので、同じサイズの、例えば同じ 2.5 ミリの四角形と 2.5 ミリの円形丸型の針先に比べて、その四角形の方が円周が短くなっているそうなんですね。円周、ここのこの周りだと思うんですけど、この周り円周が、なのでそのためワンサイズだけ大きめのサイズを選ぶ必要がありますとの表記があります。推奨の編み針サイズが 3mm、 3.0 ミリの場合には 3.5 ミリのノベルを使った方が良いですよっていう感じで書いてあるんですね。靴下編みで例えば 2.5 ミリを、私は今回あの初心者編みの方でソック編んで、まあ、通常 2.5 ミリで靴下を編むっていうことが、まあ、多いと思うので、まあ、2.5 ミリを私の場合推奨しているんですけれども、それをこちらでこのノベルで当てはめると 2.5 ミリじゃなくて、ワンサイズ大きめだから、まあ、3ミリで編むっていう感じ、3ミリの針 を使うっていう感じで推奨しているそうなんですね。私そこでちょっとゲージをね編んでみまして、まず一番左側、これはですね、アディの、同じアディなんですけど、あのソックロケッツという針ですね。それで、編んだ編み地です。ただし針の太さは 2.25mm、2.25mm のソックロケッツで編んだゲージです。で、真ん中のこの紫は、これはちょうどたまたまアディがなかったので、アディにしとけばよかったんだけど、アディではなく、リッケの針を使っています。で、リッケの 2.5mm を使って編んだゲージです。はい。で、そしてこちら。こちらが、今回、このアディのノベルで編んだゲージです。サイズは 2.5 ミリを使っています。だからサイズ的に言うと 2.25、2.5、2.5 なんですね。で、編み地自体の大きさはちょっとこれはあまり気にしないでほしいんですね。目数がちょっと違う設定で編んじゃったので、目数はちょっと違うんですけども、ちょっとカメラと遠いのですごく分かりづらいかと思うんですけど、今度ゲージの説明をします。こちらの 2.25 のアディのソックロケッツで編んだゲージは34目44段だったんですね、はい、で、真ん中のリッケの 2.5 ミリで編んだこちらは32目42段だったんです、はい、で、そしてこちらアディのノベルの 2.5 ミリで編んだこのゲージは30目41段だったんです。私的にはそのメーカーさんが推奨しているそのワンサイズ上げてくださいというので、この 2.5 ミリで編んだ編み地は多分 2.25 ミリのこちらにほぼほぼ近くなるんではないかなと、ゲージがほぼ同じか近くになるんじゃないかなと想定して編んでたんですけど、それがちょっと想定外になりまして、ゲージ的にはこちらのゲージと近くなったんですね。こっち32目、こっち30目、で段数は42段、こっちは41段という感じなんです。やっぱり 2.25 で編んだ方はやっぱり 2.25 ミリで編んだなっていう感じの見た目になりました。だけどすごくこちらのノベルで編んだ方は普段使っている2.5 ミリの針とこの編んでる時のこの感じも出来上がった編み地もほぼ変わりはなかったですね。まあでもこれはもう私の個人的な感想になりますので、皆さん全員に当てはまるわけでもないので、もうこれは参考までにしておいていただければいいかなと思います。ワンサイズ上げた3ミリで編んだら多分私の場合はちょっとこうもっと緩くなってしまったところが、まあ
この 2.5 ミリの普通の丸い針とほぼ同じ感じでいけたので、なのでこのねアディのノベルの針がすごくやっぱり気になってる方いらっしゃると思うんですけど、まあちょっと私のこれが本当に皆さんに当てはまるかわからないけど、でもまあ 2.5 で靴下いけるんじゃないかなって気はするので、3ミリだとちょっと緩すぎちゃわないかなっていう感想だけちょっとここでつぶやいておきますので、ぜひ皆さんもお買い上げになるときはちょっとそれも参考にしてみてください。はい、ということで今回はこの四角い輪針アディのノベルを検証いたしました。私的にはすごくおすすめです。あと個人的に私あの金属アレルギーなんですね。あのずっとそういうわけではないんですけど、調子がいい時は調子がいいんですけど、梅雨の時期とかそういう時が一番ひどいんですが、そういう時はこの金属の針握っているとちょっとね湿疹がバーッと出てきちゃうんですけど、まあ、あのそれがない時はこうやって金属の針を使うことが多いです。やっぱりあの靴下編みの時にはこちらの硬い方が なんとなく編みやすいんですね。普段こう編み慣れてたせいなのかで、あとまあリッケの針も最近ほぼ結構使っています。で、あこちらの方は白樺だったかな、白樺の、木でちょっとこう弾力性のあるしなるような感じで、またそれも編みやすい針なんですね。あちらは私的にはどちらかというと何かこう大きいものを編む時に使用することが多いです。靴下編みの時にももちろん編みやすいんだけれども、あのやっぱりメーカーズのすごく多いセーターですとかショールとかっていうそういう時にあの弾力性のある立形だとなんかこうね弾力が弾みがつくような感じなんですね。なのでちょっと使い分けたりしています。はい、ということで、今回は、こちらのアディのノベルを検証してみました。概要欄の方にケイト屋さんの、ホームページを載せてありますので、参照されてください。今現在だと多分このアディノベルの 2.5 ミリ80センチ、在庫は あると思いますので、どうぞ皆さんケイト屋さん見に行ってみてください。で、もしあの在庫が、なくなっちゃったとしても、なんか来週にはなんか入るというようなことをお聞きしたので、大丈夫だと思いますのでどうぞ行ってみてください。それでは今回も、ご視聴くださいましてありがとうございました。あの初心者編みの靴下の3回目はこの動画の後に、ジャーマンショートローのかかとの説明を動画でアップしたいと思います。どうぞお楽しみにしてください。それではありがとうございました。